おや、誰か私に話しかけた？誰もいないのにおかしいわね。誰かそこにいるの？ドラクエ6かな？ 6 やりてえな。俺もリセットしたいけど、グレー、肩焼きはいらんし。両手剣もいらん。剣心。あれ？ちょっと待って。スキル減ってない？勇者がなくなってる気がする。デインとかあったじゃん、前。勇者の力を奪われてしまったのか。勇者の力を奪われたっていうストーリー上の設定が、この強さに、ここに来ると思わなかった。なんかちょっと違和感あって感じなんだよな、俺。感じてたけど。攻撃力プラス10入りそう。ここちょっと待って、ここ開けてみたい。一回ハテナを両方開けないとさ、ちょっと、わからないんだよ。一旦こう、まずマジングリ取って、ソーテマさん取る。どうせ取りそうだよな、ソーテマさんとマジングリとか。おのむそ、うわーきっ、うわ、普通に強そう。おのむそ、ソーテマさん、鉄鉱山。上はなんだい？今回見るためだけに。ここは片手剣と斧の中間だから、いらないものかもしれない。ええー、斧二刀流だと、斧二本だと、金額をもう一本作ることも可能だろう、もちろん。英雄。英雄を見てみよう。この真ん中。シールドアタックとかいうゴミを取って、これは？うわあ！強すぎて何回も弱体化を食らっている天下無双さんが出てきた。やべえ、両手をの天下無双、ちょ、グレイでさ、タンクやめて、もう、タンクやめて火力キャラにしていいって言うとしたけど、そんなキャラ、マルティナもカミも、俺も全員そうなんだけど。個性がなさすぎる。でも天下無双だぞ、こいつ最強キャラじゃん。でもこいつなんか力の上がる、なんかあれが少ない。きっと火力は低いんじゃないかって思う。は？火力20とか上がる。くっそ。じゃあ見てくれよ、こいつ。ちょっとやばくない？兜割りで敵の守備を下げて、捨て身でもう自分の守備は下がるものの、攻撃力を2段階上昇させて天下無双を放てるという超火力キャラ。メタルスタイムが出ようとマジン切りで粉みじんにするし、しかもベホイミも使えればもう何でもできる。もう強っ。ああ、もうグレイグはお前が勇者じゃん。そうだな、今は完璧じゃなくていい。やべえ、超かっけえ。いやー面白いな、こいつ。見た目もこれからなんか変わってくんだろうな。猫の着ぐるみとか着せたい。デルガダローに会いに行こう。よし、昨日はぐっすり眠れたか。民に眠らせてもらえなかった？ハハハハハ、いよいよい、それこそ平和の証。ハハハハハ、民め。さてと、本題に入るかの。グレイグ、お前に渡すべきものがある。それはやべ、デルカダールの盾。盾作っちったよ、もう。お前はわしにとって我が子のようなもの。旅立ちにふさわしき身支度を整えるのが親の役目。
祝いじゃ。絶対強え、絶対強えし、俺両手剣にしなくてよかった。こんなの、こんなの絶対装備したいよね。うん、よく似合っておるぞ。その盾は世界最高の騎士の証。そなたこそ勇者を守る最強の盾。俺もなんか盾二刀流できないかなってさっきちょっと思ったんだよ。ダークソウルみたいに。はっ。さて勇者よ、道しるべとなる大樹は地に落ち、勇者の剣は魔王に奪われたと聞く。しかしだ、わしはそなたの父ユグノア王からこんな話を聞いたことがある。ロトゼタシアにそびえる霊山、北のゼーランダ山と南のドゥーランダ山、その山頂に住まう民たちは何やら勇者とゆかりのある者たちらしい。あの話が本当であるとすれば、そなたは彼らに会うべきであろう。魔王を倒す助けを得られるやもしれぬぞ。ナプガーナ密林を西に進むと、なるほど、ソルティアナ海岸に通じる谷がある。そこを越えた先にある山間の石礁を抜ければ、なんか遠そうじゃない。さんはすぐ早く、なんか誰でもいいから来てほしいな。2人だぞ。我らの預かり知らぬ道ゆえ、何が起こるかわからぬ。心して向かうがよい。にしてもグレイグはすごい魅力的なキャラだな。強いし。でもどうなんだ。いや強いだろ普通に。炎とこれダメじゃなくて、そういうさ、なんか付加効果が欲しい、そういう効果欲しかったよな。ちょっとした単純な守備力が高い。まあ、とりあえず出る方だったらそれつけようか。いや、これだけ覚えておいて、世界を救う勇者だろうが何だろうが、あんた私の息子だよ。そんなことねえだろ。大好きなシチューを大鍋いっぱい作って母さんいつで待ってるからね。そんな好きじゃねえよ。もっと好きなものを見つけてくるから。世界を旅したら好きなものなんて変わっちゃうよな。あなたの作るものの中ではシチューが好きなだけであって、ナブガーの密林からソリティアナ海岸でドゥーランダ山地へ向かおう。長そう。お馬さん乗りてえな。お馬さん、天下無双見せてほしいよね。天下無双見せてもらおうぜ。これ強いな。まず防御だ。俺はステビティングもそうやってみよう。なんで作戦が強い。素の力でそれか。これはなかなかやるぞ。まあスライムみたいな防御のないやつにやって真の力を見る。やべえ、メタルスライムだ。天下無双じゃん、まさに。やった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 。おい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 、じゃ僕はスライムやっとくんでお願いしますよ。グレイブさん見ときよ俺の。違う、もうあれなんだよ、いらないんだよマシンギアで。天下無双でいいんだよ。いくぞ。くっそー、俺が殴っておけば。さあ進もう。なんでお前そんな偉そうなんだ。
渾身切りを使うと217ダメージである。ちょっと俺の渾身切り超えたか、グレイグ。最大火力だったんだぞ、パーティーの。いくぞ、天狗の層。波動は我により。どうなんだ。一発平均45ぐらいだとして6回。あーでも250ぐらい出てんのかな。まあ、そこにさらに捨て身が入ることにより250。やべ、これは天下無双でしょ。今度は僕も殴りますんで、グレイグ頼むぜ。おい、なんで隙を突かれてんだよ。危ねえな、マジで。よし、なんとかだったぞ。まずごめん、俺がやっぱさ当てるんで。ミスった。でもなんとかしてください。6回も殴れるんですよ。3回当てればいいやつ。いくぞ。波動は前にあり。よーし、素晴らしいね。でしかもこう見てくれ、捨て身をしちゃう。天下無双だ。418ダメージだと。すげえぜ。え、1万。え、メタルスライム1万くれるんだぞ、すごくない？はぐれメタルじゃん。メタルスライム強しって言ってもなんかこんな多いと思わなかった。せいぜい3000だろと思ってた。メタルスライム強しでこれだったらはぐれメタルどうなっちまうんだ。はぐれメタル3万とかくれるんじゃないだろうな。ランダムエンカウントほどモンスターと戦わないから、その分をメタルスライムが稼いでくれてそう。メタルキング強しとかやばそう。そんなのいねえだろ多分。どうせいないよ、メタルキングもいないよ、知らないけど。この段階でまだメタルスライムっていう時点でさ、別にあいつはぐれメタルでもよかったと思うんだけど、経験値あれだったら。あ、でもキングスライムがいたことを考えるとメタルキング別にいるわ。キングスライム種が存在している。ドゥーランダさん、すぐ上じゃん。ちょっとあそこのセーブポイント行こう。やべ、ソルティコだ。ソルティコの様子を見ざるを得ない。ただち落ち将棋で崖崩れが起こっちまって、ソルティコの街の道が塞がっちまったんだ。血が変わったのはそこだけじゃねえ。西のメタジャと地方側が崩れたことで逆に取れるようになってやがった。スカイもめちゃくちゃだよ。ソルティコ町行きたいのは東の浜辺沿いにあるホラー穴を取り抜けて丘を西へと登っていくといいぜ。東のホラー穴、一応行けるんだ。行けないようにされてんだと思ったけど、行ける道があるんだな。すげえ気持ち悪い。なんだあれ、嘘、
え、どうなるの？俺が上になるのかな？え、これ乗れるんだよ。だってこれに中に入るの、カゴの中に入るの夢のようじゃん。あ、強っ。硬っ。間違った道行くと、遠いに山に行かれたこと思い出した。恥ずかしい。グレイグ恥ずかしがったりするのかな。これ自分の力に大きく左右されそうだぞ。いや、でもそんなでもないか。一気に型をつけるぞ。行くぞ、全身全霊。で、俺の全身全霊切りは天下無双級の強さだ。これ両手剣で天下無双使ったらヤバそうだな。グレイグシルクソ、え、乗せて、え、いいんすか。え、ちょっと、ま、ちょ、これ、え、ちょ、このさ、スカート託し上げて中に入れてくれるんだよ、俺を。やったぞ。スカートの中に入っております。スカートの中に入ってるって考えるとすごいよな。誰かいるかもしんねえぞ、それ聞こう。やべえ、火事になる。え、やばいかもしんない。マジでやべえかも。終わったかもしんない、俺のドラクエ10は。いい、10じゃねえや、ドラクエ11。信じてくれよ。ね、私は最初のやつ覚えてる。一緒に見たドラゴンの目すごかったわね。あの幻想的な光景は一生忘れないわ。なんて嘘だよ。この人、忙しい、世にも忙しい、悪魔のような連中の合律をよ。今日の音楽を奏でて踊ってやがったんだ。嘘ばっかり。かわゆー。聞いてください。西の地で周りに押されたところを、謎のきらびやかな人たちに助けられたんです。あの方々こそ世界を守る救世主です。シビアか。やばい、ワクワクしてきた。もう止まんねえぞ。やばい、マジでやべ。くっそー、またインフレが起きそう。もう助けてくれ。マジで、あ、メタスラの剣とハグメタルヘルムか。1、2、3、4、5。でも4カード当ててさ、5000枚とかにしてさ、あの5回ぐらいダブルアップしたら、1回で1万、2回で2万、3回で4万、4回で8万、5回で16万でしょ。それで16万じゃん。で50万、え、16万をさらにダブルアップして、ダブルアップして、ダブルアップして、ダブルアップすればいいんだよ。なるほどね。少なくとも俺とグレイグの分だけは取るぞ。要するに100万、オッケー。100万だな。任せろ任せろ。まずは謎スロットをする。バカ野郎、10万でしょ。100絶対。マジ熱くなってきたんですけど。いけいけ、マジで。もう減る量がえげつないんだ、頼む。やばい、減る、めっちゃ減る。すぐ当たってくないと。これなんか元手がないとダメなスロットな気がする。
たぶん黄色の卵は？やったよしよしよし。狙って。おっと。バイバイ。やった。嬉しいぞ。やばい、いきなり熱いもん。早く終わるかもしんねえぞ。は？何、さっきは何だったろう。ちょっと待って、セブンが揃うんじゃないの。なんかこの手のスロットってすげえやらされてる感があって、外れてるのに当たりになったり。え、ちょっと強いのやめてな。7をそれ多分弱くなるんじゃないの。やべえ最悪だ。でこれ最後のやつを倒したら強いんだろ、きっと。ナイス。ええ、姫の頑張ってるよ。何やってんだ。ね、粘ってない、何もできない。なんかずっと開いてる。いけ、決めた。うえ、火の息で死んだ、キメラの。どうせ揃うんだろう、時間の無駄だろう。いいだろ別に揃えなくたって。狙って狙ってるよ。お、すごい。お、熱い。馬を、これはね、これ本当に 100枚スロットでやってる俺今。100枚ってことはさ、10枚の時の10倍もらって得てるってことなんだよ。10枚の時ってたった900枚だったの、9000枚のやつが。何これ、これ、あ、ごめんなさい。あやった、うま味だな。めっちゃ増えてる。でも50万って遠くね。またお前かよ、なんでいつもこんな一番強いの出てくるの。うちのキメラ君が超強かった。何のために生きてるんだお前は。出たー、うち最強の。これ何、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 意味わからない。あ、やばいね。うち最強のキラーはこっちか。さっきなんかヒノキで一発で倒したの何だったんだろうな。バー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 、え、バーをゲランでやったのになんでだよ。やばい、やめてくれくっそー。
俺すべてが終わったの。これでもうちょっと楽しませてくれよ。これで3万ってなんか、クザ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 、いく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 、うぅぅ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 、外してんのになんで今良かったんだろう、よくわかんねえな。ドラゴンガイア以外、ドラゴンガイア以外にしろ。もうあいつはもうなんかもう3回、ドラゴンガイア、なんなんだこいつマジで。他のやつが見たいんですけど、なんだ、ふざけんなよ。でも大丈夫、これ流れだから起き上がるだろう、やっぱりな。これは確実なる勝ち演出ではないか。負けるわけがない、スラストライク。やらされてるか、マジでやべえ。おい、スロカスは騙されてるんだぞ、お前ら。もう、なんか、騙されてるとしか思えない。なに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 、え、うまっ、え、うくそうめ、え、くそうめ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 、え、なにくそうめ、なにこのチャンス、なにこれやばくない、え、俺の今までの頑張りはなかったんだ、え、え、終わらない、ちょっと、え、すごい。え、すごい、もうこれ引くゲームに、だってさ、別にこのチャンスってやつが揃ったわけでもないのにさ、これ揃ったスロットって揃ったらそれになるゲームなんじゃないの。外れてんのにさ、なんかさ、外れた後にさ、いきなり霜降りチャンスってなってさ、意味わかんなくない？え、やだやだ、もうかけてねえんだな、おら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 、俺は負けねえ、うわ、約1枚手に入ります。どのためにやればいいの？これ終わり？よし。10万枚になったぞ。前回すげえ苦労して手に入れた10万枚がもう手に入ってる。1コインポーカー。10コインポーカーだ、こうだっけ？ここか？もう100コイン効果か。軍資金ができた、10万。いける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 、うわー、もう長い間にやがったって。